鹿児島市ヒューガワ動物公園鹿児島市ヒューガワ動物公園は鹿児島県鹿児島市平川町にある日本の動物園。動園には遊園地が併設されている。園内に入ると桜島、金郊湾を背景にマサイキリンなどがいるアフリカ園、フライングケージやリスの森などの無作っぱなし、様式展示の施設が多い。園内から見える桜島をタンザニア、 キリマンジャロに見立てて開園。1984年には、多摩動物公園、東山動物園と共に、日本で初めて、クイーンズランドコアラが来園し、1997年5月には、コアラ6世が誕生し話題になった。そのでは、特別天然記念物のアマミのクロウサギやルリカケス、ナベズルエラブオ,オコウモリなどの強度特有の動物の繁殖にも成功している。 2009年度から2015年度まで7年計画で、総額約43億円を投じ、生態観察展示にリニューアルを行っている。改修は、カバシャ、世界のクマゾーン、マントヒヒバーバリーシープゾーン、アフリカの草原ゾーン、野生の犬猫ゾーン、インドの森ゾーンなど、増車前では、温泉の掘削を行う。この改修により、集客が増加に転じ、 2011年度は63万人となった。鹿児島市、北九州市、福岡市、熊本市による交流連携協定に基づき、70歳以上の北九州市民、福岡市民、熊本市民も無料。高台にある遊園地から園内及び桜島方面を眺める。ABCD、ヒューガー動物公園リニューアル工事始まる。 鹿児島市47ニュース2009年8月1日6時30分南日本新聞、水中の白熊観察日向は動物公園3、展示施設を新装開業、九州動物ランド、西日本新聞社2011年3月26日、鹿児島市の日向は動物公園来年4月、入園料値上げ小中学生は開業後初めて、慢性赤字年間4億円。 消費者ニュース値上げ値下げ。西日本新聞2010年9月10日。日向は動物公園19年ぶり60万人。突破。九州動物ランド。西日本新聞社2012年4月12日。いずれも2013年1月12日。閲覧。国内最高レースマトラオランウータン大王城。 ヒューガワ動物公園鹿児島のニュース都道府県別47ニュース2012年6月29日21時4分南日本新聞オシャレオランウータンのエミ人気鹿児島市ヒューガワ動物公園鹿児島のニュース都道府県別47ニュース2010年6月9日11時18分南日本新聞いずれも2013年1月12日閲覧 コアラ2匹が仲間入り飼育コアラ2匹が仲間入り飼育数は国内最多10匹鹿児島ヒューガワ動物公園鹿児島のニュース都道府県別47ニュース201804151323西日本新聞2013年春ヒューガワ動物公園リニューアルオープンパンフレットへのリンクヒューガワ動物公園ホワイトタイガーに襲われた動物園職員が 心配停止。朝日新聞デジタル。2018年10月8日閲覧。ホワイトタイガーに襲われ職員死亡かごしまし。日向動物公園。373news.com。2018年10月9日閲覧。ホワイトタイガーに襲われた動物園職員の死亡確認。朝日新聞デジタル。2018年10月9日閲覧。 職員志望の動物園、通常通り、営業トラ社は立ち入り規制。朝日新聞デジタル。2018年10月9日閲覧。飼育員を襲った虎、殺処分せず遺族、飼育してください。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。https w w w a s a c h i c o m articles、アスルブ 940w6lbq。 TLTB-00APHTML2018 年10月9日、閲覧。飼育員死亡原因究明し再発防止を。373news.com。2018年10月16日閲覧。女性飼育員が黒表に引っかかれる。過去にはホワイトタイガーに襲われる死亡事故も。読売新聞オンライン。2020年12月16日閲覧。 ありがとうございます。